はい、こんにちは。今日はですね、先日から私がちょっと企画しまして、動画に上げておりますカフェ脳についてお話ししようかなと思っております。カフェ脳というのは、私が喫茶店の店主になりましてですね、そこに、誰かが現れるわけですね。で、その人が何か悩みを抱えていたりとか、困ったことがあったりとか、さまざまな事柄を抱えてそこに現れてくる。で、それに対して店主は脳ではこんなことが言われていますよ、こんな風な曲でこんなことを言っておりますっていうようなことをその人に説明した上で、コーヒーを入れる間その歌いを聴いていただくというような、感じでやっております。で、コメントなどをね、見ていますと結構コーヒー側に振ってるんですよね。コーヒーがメインではなくって、あくまでも脳であり歌いがメインなんです。コーヒーはその歌いの時のバックといいますかね、そういう風な意味合いで、やり始めております。で、その、カフェ脳をやろうと思ったきっかけなんですけれども、これがね一つありまして、それをちょっとお話ししようかなと思っております。一冊の本なんですけれども、この脳学こと始めっていう本、松村英子さんの本なんですけれども、これにですね書いてある、何章かありまして、その一つの章にこんな時はこんな脳、そういうふうな書き方で書かれているんですよね。その時にですね、はって思ったんです。と言いますのも、脳学士であります私がですね、脳学のこの催しというものを見た時にですね、実際我々もその催しを作る側の人間なんですけれども、実は脳学士サイドが曲を決めて、そして脳学士からの提供のみでなってるんですよね。主にですけれども定期公演的なものですとなってきますと、年齢も様々ですし、いろんな人がいます。同じような形でその定期公演をやろうとしますと、どうしてもそこに、能楽師サイドからの提供にしかならないんですよね。その時にあれと思ったんです。お客様側からすると、何か自分にこんな風な気持ちの時にこんなのを見たら、あ、共感できる、あるいは、納得できる、またはそこから、明日への活力になるというか、つながっていく、あ、こういうふうな思いは昔からあったんだな、あ、これはいいことだっていうので自分がまた明日へつなげられていくというふうな、感じになるんじゃないかなと思ったんですよね。実際は我々が、やっていることというのは一つのテーマ性を持ったというのはないんですよね。でしかも、足かせではないですけれども、心難女狂気という、分類、そして順番が決まっております。神様、男、女、狂い、鬼、このような順番が決まっておりますので、例えばこれが、2番立て3番立てであったとしても、この順番を守っていくわけですよね。例えば高砂が出ました。これ神様です。で次に、狂いの玉かずらというのが出たとします。で、2番立てだったら真と強ですから、高砂玉かずらっていう風な番組面になるわけですよね。そうなってきますと、高砂っていうのは神様もです、しかもスキッと終わる脳なんです。だけれどもその後に狂いで終わっていく、狂いの脳で終わっていく、ちょっとなんかこうモヤモヤっとした感覚にとらわれたりとか、そういうふうな、感じになる場合があったりするわけですよね。これが心難女狂気っていうのが順番通り5番立てで、来るならば、おおよそその日の一日がこう構成されていい感じで終われるんですけれども、今は5番立てというのはまずないです。多くて3番、2番立てが今一番多いんじゃないですかね。2番立てになってきますと、余計にその順番立てというのがですね、こちらにこだわっているがために、何かすっきりしなかったりとか、テーマ性がなかったりとかする、場合が多くあります。これっていうのは、この脳学士側のエゴなのかもしれません。だからこそこの本を読みましてですね、
こんな時に見たいのというのは、お客様側から考えられて、そして、そこに行ってもらうというのもいいんじゃないかなというふうに感じております。その演目に対して解説であるとかいろんなアプローチはしてるんですけれども、お客様側が今日はこんな気分で見たいんだというのがそこに少し欠けてるように思います。映画の CM なんかでも大体この映画を見に行くときっていうのはこういうふうなテンション、こんな気持ちで行けばいいんだろうなっていう予想がつきますよね。それが脳の場合予想がつきにくい。解説ではそこに対して曲の解説はあるんですけども、こんな感じでお客さん来てくださいよ、こんなテンションで来てくださいよっていうような、書き方はされてませんのでね、そこがもう少し分かって見ていただけるのがいいのかなと思っております。で、このカフェのはですね、お客さんが来はって、そのお客さんが思ってることを、思いの丈を話してもらって、そこに対して脳はこういう風な脳を見たらいいんじゃない、聞いたらいいんじゃないっていう風にアプローチさせてもらっています。この本ですけれども、この芥川賞作家さんの松村さんがですね、自分目線でこの脳を、初めて見ていかはるところからこう始まっていきまして、こう自分目線で脳を見てはるという感じでそれを本にされている部分、そして、例えば番組の見方であるとか、この脳舞台の形の作りであるとか、初めて見る人にとってみればこういう風なプロセスを経て脳っていうのは面白くなっていくんだろうなというような、内容、またもう少し脳を見られたら疑問に思うところなんかが、この本にはいろいろちゃんと書かれておりますので、一度皆さんの元で読んでいただいたら、面白いんじゃないかなと思っております。そして最後にはですね、脳の演目の読み仮名クイズみたいなのがあります。分からなければ私の昔の動画100番集をの演目をですね、こう読んでいる動画でですね、曲名を探してみていただけたらいいのかなと思っております。ということでですね、今回このカフェ脳のいきさつについてお話しさせていただきました。私がですね、考えていかなければならないこと、疑問点、あるいはお客様に対する思いみたいなものをこれからもっと考えて、番組ないしは、興行というものをに携わっていかなきゃいけないなと思うきっかけになった本です。そちらの方少し紹介させていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。